続いてはドキスポのコーナーです。このコーナーでは大分でスポーツに熱く燃える人を毎月ご紹介しています。今回取材したのは障害者スポーツです。お二人はこの障害者スポーツ、どんなイメージがありますか？どんなそうですね、なんか結構ルールが特別だったり、特別な道具を使ったりするのかなという、はい、鈴が鳴るボールでサッカーやったりとか、そういうなんかイメージです ね。今回私が取り上げたのはフットサルです。大分市で日本代表選手も所属するあるチームを取材しました。フットサルクラブエントラーナ、知的障害者の方を中心に精神、発達、自閉症スペクトラムなどさまざまな障害の方が参加するクラブで、現在中学1年生から35歳までの24人が所属しています。もっとスポーツを楽しむ機会が欲しいというメンバーの声を受けて2020年に発足。障害の有無に関係なくフットサルを通して社会とつながっていこうと、現在県の4部リーグに参戦しています。エントラーダは障害者のチャレンジする入り口であって、また戻ってこれる場所であるっていう意味でつけました。みんながチャレンジするきっかけを作れるような、そんなチームだよっていう意味も込めてエントラーダにしました。そう話すのはチームの代表を務める藤近さと子さん。昼は会社員として仕事をしながらボランティアでチームを運営しています。練習メニューを指示する合間にも活動の様子を写真に収めるなど忙しく動き回っていました。でお母さんたちがこう見てくれるような感じで、そうなんです。なんで写真を撮りながら藤塚さんがこのフットサルを通して選手たちにはどんなことを伝えていきたいですか？例えば人との付き合い方とか生活習慣とか生活に関わることまで全部教えてあげれたらいいなと思います。立ち上げから3年経ちましたけれども、そういった変化っていうのは見られますか？そうですね、やっぱり初めに来てた時よりも人に対するこう思いやりとかが出てきたり、気にしてあげたりとか、自分が何とかしてあげようとか、そういう心が出てきたような気がします。こうして活動を続ける中、この春エントラーダが中心となり新たな取り組みをスタートしました。それが全国初の障害者フットサルリーグ、エンジョインリーグです。大分、熊本、宮崎から5チームが参加して12月までリーグ戦を繰り広げています。障害者が主役になれるリーグを作りたい、藤近さんのその強い思いが選手たちの活躍の場、交流の輪を広げています。またチームから日本代表候補に2人の選手が選ばれるなどレベルアップも進んでいます。8月に千葉県で行われた合宿に参加してきた2人に話を聞きました。今実際チームに入ってどのぐらいになるんですか？こちらに入部して1年ちょっとですかね。じゃあその1年ちょっとで、先日は日本代表に選ばれたわけですが、どうでしたか、選ばれた時？そうですね、とても嬉しくてですね、こう実感がなかったんですが、こう皆さん家族とかみんな喜んでくれて、とても僕も嬉しかったです。先日合宿に行かれたんですよね、どうでしたか？そうですね、皆さん周りの方がレベルが高くてですね、自分のこう足りてないところが分かったので、またこちらに帰ってきてから足りない部分をこう、そうですね、育てながら頑張っていきたいです。これから夢とか目標はありますか？そうですね、日本代表の世界大会に出れるように頑張りたいです。やっぱりこのエントラーナが成長のきっかけみたいなのを与えてくれてるか？そうですね、もともと私コミュニケーションが苦手だったんですけど、ここの、皆さんとお話しすることによってこうコミュニケーションとかもできたので、とても良かったです。選ばれた時ってどんな気持ちでした？いや最初はやっぱ俺がって感じで、ちょっと最初は衝撃でしたね。実際行ってみてどうでした？合宿行ってみてやっぱみんな上手かったです。やっぱここでやってることと全然違ったんで、
積み重ねてきたこととかも結構違ったりしてたんで、しかも中速いですしって感じで、こう帰ってきてフットサルへのこの意欲というか練習への意欲っていうのは変わりましたか？やっぱもっと上手くなりたいなっていうのは感じたし、やっぱあそこでやっぱ度胸っていうか、うまくやっていくため の, ある程度フットサルの知識とか必要なんで、そこは今勉強してる感じですね。じゃあこれからの夢や目標があったら教えてください。夢はやっぱフットサルのフットサル選手になることだし、まあ、目標はやっぱそういう日本代表とか行ったりして、やっぱああいう早い、うまい、レベルの高いところでやっていけるっていうのは目標にしてますね。障害があってももっとスポーツを楽しみたい、そしてもっと試合がしたい、そんなみんなの声から生まれた知的障害者フットサルクラブエントラーダ。チーム発足から3年、最後にエントラーダが目指すこれからの姿を聞きました。これから4年5年と続いていくと思うんですけれども、このエントラーダ、どんな場所にしていきたいですか？ここは障害者がチャレンジする入り口でもあるけど、成長する場所でもありたいと思うんです。なのでここから普通の一般のフットサルのクラブに入りたいとか、もっと日本代表になりたいとか、そういうチャレンジも手助けできればなと思います。だからみんながいろんなことをチャレンジできる、そういう場所になるといいなと考えてます。みんなでヒーローになろう。すごい、皆さんの向上心、歩きっていうのがビシビシ伝わってきて、キラキラしてましたね。かっこよかったですよ ね, ね。フットサルだったんですけれども、改めて考えるとフットサルってこう選手の入れ替えも自由だったり、年齢とか性別とか結構関係なくみんなでできるスポーツだなっていうのを改めて思いました。そうなんです、少人数でできて何度も交代が可能で、性別や年齢に関係なく楽しめることがフットサルを選んだ理由だということです。そして最後にエントラーダ代表の藤近さんがフリップに書いてくれた言葉、このみんなでヒーローになろう、その言葉に込めた思いを藤近さんが取材最後にメールで送ってくださいましたので、ここで読ませていただきたいと思います。ヒーローに込めた思い、上手い下手じゃなく、その場にいるだけでみんなが笑顔になれる、これだけは誰にも真似できない、ヒーローもいろいろな形があっていいと思うんです。走れないからとか、うまく蹴れないからとか、できないことを言うのではなくて、諦めないで、君だけにしかできないことがあるんだよ、だからみんなでヒーローになろうとよく言っています。私にとってエントラーダのメンバーは一人一人が個性的で大事な仲間です。障害者のイメージを変えるきっかけになれるように、みんなのいいところがアピールできたら嬉しいですといただきました。藤塚さんが生んだこのエントラーダ、取材をしていると本当に楽しくまっすぐにプレーする姿を見て、本当に皆さん全員がヒーローなんだなというふうに強く感じました。これからの活躍も楽しみにしています。以上、ここまでドキスポをお届けしました。